こんにちは、アートクレイチャンネルのジンです。今日は久しぶりに新しく出たモルドのご紹介をしたいと思います。今回のモルドは日本の緻密な伝統文様をデザインモチーフにした和モルドです。モチーフとなったデザインは4種類ありまして、七宝文様、市松文様、青海派文様、浅野派文様の4種類があります。そしてそれぞれにリングモールドとパーツモールドがありまして、計8種類のデザインをご案内しています。こちらはパーツモールドです。文様に合わせてアウトラインをデザインした、透かし模様のチャームを簡単に作ることができます。こんな感じですね。で、こちら側が、リングモールドですね。デザインモチーフは同じなんですが、デコボコを反転させたり、あるいはですね、デザインの方向性を変えることによって雰囲気の違う2種類のリングを作ることができます。それではですね、リングモールドの使い方をちょっとご紹介をしたいと思います。木芯棒に巻きつける方法などは、別の動画でご紹介をしていますので、そちらの方を確認してください。今回のモールドは銀粘土を太さ7ミリに伸ばして模様を転写していきます。いつも通り、モールドにはオイルを塗ってありますが、こういう風にギュッギュッと押し付けて、このモールドの幅に対して、ある程度銀粘土が埋まったら、定規などを使って裏面を平らに伸ばします。あとはですね、型を開くようにして、こういう風に粘土を取り外していきましょう。ちょっと見てみましょうか。粘土を簡単に詰めただけなんですが、こういう風に、文様をきれいに、写し取ることが可能です。次にパーツモールドです。こちらの方はですね、粘土を詰めて、乾燥するだけなので、今回この新しいですね、フリーエリアの説明をしていきたいと思います。こちらはですね、アウトラインを自由に取ることができるエリアです。こんな風に、最低ですね、1ミリ厚以上に伸ばした銀粘土を中心から外側に向かって、押し付けます。そしてですね、厚みを整えるために、定規などでギュッと押し付けると、こんな風に簡単に模様を転写することができます。どういう風に使うかというと、ピアスや、ペンダントトップのように、いろんな形の、チャームを作ることが可能です。そして、模様を転写したプレートをこういうふうに、何かに沿わせるようにして乾燥すると、いろんな形のですね、パーツ、チャームを作ることができます。今回の和柄モールド、リングモールドとパーツモールド合わせて8種類ご用意をしています。こういった日本のですね、伝統的な魅力的な文様を手作業で再現しようとすると本当に大変というか、ほぼ不可能だと思うんですが、今回のモールドを使えば、簡単に型取りすることが可能です。皆さんもぜひチャレンジしてください。面白かったらチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画で。